おはようございます。あかりです。ああ、というわけでね。はい。ついにね。はい。ついに。ついにね。はい。我々の新しいお部屋と。はい。あと結婚式が。はい。満を持して確定したので。ああ。めっちゃ時間かかったんですよ、マジで。めっちゃかかった。1ヶ月ぐらいね。そうだね。激闘してたんですけど。大変だったね。ついに決まったんでね。はい。今日はお祝いパーティーをしようと思います。おお。ですよ、ちゃん。焼肉ですか、本ちゃんさん。それが食べれるかはあなた次第です。どういうこと？前にね、家賃3万円の部屋をね退去したじゃないですか。そうだね。でその時にまあ残ってた荷物とか、うん、家具をブワーっておにぎりの中に詰めて、うん、もう汚ねえ状態なんですけど。汚ねえよもう。それを売ろうかなと思って。そう、もう全部ね売っちゃおうと思って。そう、まあ、本当にやっぱ仮住まいとしてあそこの 1K には住んでたから、うん、結構家具とかもね実家から持ってきたりとか、まあ、ほぼほぼ中古とかリサイクルショップで買ったものとかもあって、うん、まあ、いらないなっていうやつで、まあ、とりあえず売ろうかなと思って、でその売ったお金で今日はパーティーをすると。おー最高だー。ただどうせパーティーできねえみたいな。やっぱり金額じゃないですか。ダメだよこれじゃん。夢がないことじゃないよ。ダメだよあんなの。ダメだよ。だから各々ね実家から、うん、これはいけるだろうみたいなやつを、はい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 、持ってきて今ちょっとね整理したんで。そうちょっとだけだけど。そうちょっとね、それも売って今日のパーティー代にすると。ポッタビ。ダダン。こんな感じっすね。おお。大量。これがあーちゃんが実家からね。そう。持ってきたもろもろでございます。ですです。いやいろいろね、本当あの昔のもの、本当幼少期から使ってるものとか。幼少期。絞り出してきたんだけど。これは売れるぞってやつある。これじゃない、大きいから。何これ。これはクリスマスの時にあのこれをね飾ってクリスマス会とかしたりしてたんだけど、ピンクの150センチある。とても可愛いツリー。150センチはすごいな。あとは、うん、これですね。これですよ。おおすげえ。幼少期に遊んだポケモンの指人形。ポケモンの指人形。夏。そう。こんなんのすごいな。このねなんかね透けてるやつがね、うん、一応なんかレアみたいなやつだから、おうおうちょっとは売れるのかなみたいな。いやすごいよこのこの数。伝説のポケモンとかいるし。レッグザオリン。でもたまにあのチョコにかじられたこの。とかいたりして。あいやあいや。これとかもチョコにかじられた。リザーブ。メルカリ。売った方がもしかしたらいいねつくかもなんだけど、こういうのがあるから。なるほどね。でもほんとそんな感じかな。これとかもあの小さい頃集めてた。わかるこれ。わかる人わかるでしょ。あーポケモンパンのやつや。そうそうそう、ポケモンパンのやつだ。まああとは、うん、だいたい、まあ、靴とか靴、ハリーポッターの DVD、あとこれは妹から五条悟の何か。あとはインコのヒナを育成するゲージ。うんうん、なるほどね。はい、俺結構ねなんか靴を取ってきたんだけど。おお。まずプリズンブレイクですよね。 DVD ボックス。わ出た。シーズン2まであるから。すごい。これはもう俺の青春やから。これもうこいちゃんこれねすごい好きだよね。もうめちゃくちゃ熱いけど、うん、まあもうサブスクで見れるしいいかっていうところで。あーなるほどね。であとはタケルくんでしょ。わタケルくん売っちゃうの。いらんでしょこれも。なんでしょこれ。タクの難しいんですよちょっとね。俺らがなんか不器用すぎて炊くの難しかったんで、はい、まあええかっていうところで。そうだな。キャンプですか、溶岩プレートとか、お車のなんか充電するやつとか、あ、はいはいはい、おにぎりに飾ろうとして飾らなかったなんか光る、あ、なんか洒落てるやつね、電球のやつとか。ピアスのスプレー、ホットプレート、ジッツォの三脚っすね。三脚売るの、こいちゃん。これ壊れたんよね。壊れてんの。何年前に買ったか分かんないけど買って、はいはい、壊れてそのまんまになってたから。おお。ジャンクだけどいいものなんで今。なるほどね。いいんじゃないですかこんちゃん。焼肉いけるんじゃないか。これ焼肉いけちゃうんじゃないかこれ。やべえな。高級料理だね。じゃあこれ全部積んでね、うん、今から売りに行きやす。はい。今からハードオフとキンブルに、はい、売りに行きます。前回キンブルで売ったな。いやあの時はあのこんちゃんのカーナビのおかげでね。そうそう、コストコで爆買いできたんですけど。そう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 。今回そんななんかこれは売れるやろってやつがないから。そんなことない。ほら指人形、ほらほらほら2000何年とかの型のやつだから。売れるかな。きっと売れるよこいちゃん。売れるかな。かわいいみんなほら。キンブルはねマジであのもう最後の砦って言われてるぐらい何でも売れるとこだから、今後ろに積んでるもの全部売れるんじゃねえかっていうところで。そうだね。
まずハードオフ行ってでキンブル行って、うん、で合計のお金で今日はパーリーしようと思います。来たぜ来たぜ。よし、というわけで、はい、今からね荒稼ぎしてくるんで、はい、今日は大パーティーをね。わー最高だー。任せてくださいよ。任せてください。任せてください。任せてくださいよ。荒稼ぎしてきます。行ってきます。いや、というわけでね、はい、売ってきましたよ、もう。いやー、もう全部売っ払ってやったわ。ほぼ空っすね。はい、いくら稼げたんだっつー話。そういうことですよ。いけ、あちゃん。じゃあ私から行かせていただきます。はい、では参ります。はい、先ほどね、めちゃくちゃ見せてたおポケモンシールと指人形一式お全部合わせまして、はい、なんと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 、はい、320円です。あよし、320円で届いて、あの量が、あの100体もあったのに、あの毎回さポケモンパン出して、あ今日これだったっつって、ママっつって見せた指人形とリカちゃんを融合させて一緒に遊んだたくさんの思い出が、うん、320円だった。せちがれ、せちがれ。いやでもまだありますからね。あ、まだまだ、まだまだ他にもある、まあ、他にもあるですよ、はい。ゲージがね2つあったんですけど、うん、あとバーナーね、うんうん、あちらがはいデデンペコーン、おー1000円になりました。すごい。ちなみにあのでっかい方のカゴは、うん、あの100円ずつでした。いつからあるかわかんないガスバーナーが800円で売れました。あ、いいね、いいね、はい。でラストが DVD5 枚ですね、うんうん、あちらがなんとこちら、はい、850円になりました。おー、すごい、売れるんだ。 DVD 売れるんだよね。今でも売れるんだ。そう、ただハリーポッターの方は50円だった。よし、お父さんの部屋にあったメーテルが800円だった。おー、スリーナイン。そう、すごい、スリーナイン、すごい。父上のコレクションのおかげで、はい、850円手に入れました。ありがとうございます、父。父ありがとうございます。ありがとうございます。いや、俺はね意外といけたっすよ。意外といけたな。俺意外といけたっすよ。ハードオフで売れたやついきますね。はい、ジャンク品の三脚と、はい、運台とほう DVD ボックスですね。いくら、あれいいでしょ。あれいけたと思うでしょ。じゃん、1700円です。おー、ちなみに、うん、プリズンブレイク、おうおう、200円でした。嘘でしょ。本当に割と状態良かったのに。俺の青春200円でした。しょうがない、こいちゃん。DVD やっぱダメだな。DVD とかポケモンと難しいな。サブスクが出ちゃってるからね。まあしゃあない。でですよ、ホットプレートと、あーね、キャンプ用品のなんかやつとか。はい。なんと、なんと、なんと3000円。お、すごい。やばくない？これはすごいわ。やばくない？わあ、よかった。不合だよ完全に。マジで不合じゃん。やばいっすよマジで。びっくりした、びっくりした。俺もこんななんか売れると思わんかったから、ね、なんかプリズンブレイクはもっと高いと思ったけど、そうそうそう、そんなに売れると思わんかった。でまあ残ったやつ 1K のね、あの棚とかさ、あ棚とかね、机とか、うん、いろ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 余ったやつを売ってきて、はい、合計がキンブルで売れたのが1670円。まあ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 妥当って感じ。まあまあまあそう。そう、私たちあのこれはねなんとなくまあ安いだろうなと思ってた。思ってたから家からね、うん、一生懸命発掘してきたっていう。合計がはい1,2,3,4,5,6,000,7,000,8,540円。すごい。すげえ。マジか。マジ？うん、こんな展開になると思わんかったぞ。おねえ。すげえ金持ちだ。めっちゃ金持ちになった。やったな。嬉しい、これは嬉しい。というわけでね、はい、今からね新居と結婚式が確定したよパーティーをちょっとしに、はい、このお金で、はい、行ってきます。行ってきます。来たー。来たね、こんちゃん。来たー。そそるぜこれは。うわパーリーといえばやっぱりこいつですよ。やっぱこいつですな。こいつですわ。うよ
スシロー。パーリー。いやもうこれはねやばい。パーリー。よしよし。いやーすげー。やばい。大優勝。これは。やべー。ゾー。よだれ出るな。こちらお寿司4080円分です。何？やばいよあちゃん。ただやん。ただよ。質ただやん。わあやべえ。しかもこれ食べてもなおまだ残るでしょ。そう、お金はまだ残る。すごい。やべえ、幸せだ。幸せだなこれは。よいしょ。ほい、ほいさん。いただきます。うわあ、よだれが。何からいく？サーモンでしょ。サーモンアボカドもうまいからね。エビフライロールからね。あ、いいね。いただきます。いただきまーす。うん。後ろ値上げしたけど安定にうまいな。そうなんだよな。めっちゃ値上げしてた、気づいたら。しょうがないとは思うんですけど、最近のあれで。お金の全部高いよね、今ね。なんかね、寿司も結局なんか180円のものが結構増えてて。そう。あれと思って。そう。あ、これもこんな値上がってしまったか、みたいな。バッグも値上がったしさ、なんかもう全部値上がってびっくりする。これたまにない店舗があるんですけど、このエビフライのやつ。それね。これめっちゃうまいっすよ。これ知ってますこれ。これめっちゃうまい。これマジでうまい。スポンジはめっちゃ好きだよね。こればっか食ってる。やっぱり私はエビアボカド一番好きだな。ちょっと今鶏肉食って取れんけど。この辺とかもうね、オニオンだらけ。そう。もうオニオンかかってれば何でもうまいみたいな。とりあえずね、僕たちね、引っ越し先がもう決まったんすよ。そうなんですよ。決まりました、ついに。ついに新しい家が決まった、はい、なんか二択で迷ってるみたいな。そう言ってたじゃないですか。いやで、まあ、駅から遠いけど、むっちゃ遠いけど、なんか立地はいいみたいな、そんなところになりました。まあ車社会だでな、愛知なんてな。そうだな、まあもう車も2台あるので。そうだな。へい。でも、まだ内覧できてないんですよ、僕たち。そう、結局ね、内覧できずにもう借りることを決定して。そう、なんか人気すぎて。そうで、前も言ったんですけど、まあそれがその辺のエリアだったら当たり前で、そうでもしないと取れないんで、もうみんなその前に取ってっちゃうから。う、内覧する前にね。そう、内覧もせずに家を決めてしまったんで、はい、ちょっとビビってる。だいぶね、不安があるけれど、写真とは違うのかなみたいな。そうなんかあのホームページのね、あんななんか広く撮ってるからさ。そうちょっと不安なんですけど、まあでも、はい、ちょっと楽しみにして、はい、今は家具とか家電とかを見始めてみたいな。そうだね、で結婚も1ヶ月ぐらい壮絶な戦いをして、むっちゃね、あーちゃんがやっぱり主体で悩んでくれて、どれをケチろうかとか、どこをどうすればケチれるだとか、いかにケチれるだとかを考えてくれて。結論、もうウェディングドレスをケチれば結構安くなるなってとこにたどり着いて。安いのを今探しております。日程は確保できて、結婚式はね、秋に、はい、沖縄でやることになりました。めでたいですね。めでたいだから、そう、前も言ったんですけど、もう家族旅行のついでに結婚式やるぐらいのノリなんで、僕たちは、そうだね、こじんまりと家族だけでね、やれたらいいなって感じなんで、はい、旅行ついでに楽しんでこようかなみたいな、はい、思っております。今年の秋になります。はい。だからまだね、でも決めきれてない部分が、そうまだね、なんだかんだいろいろ打ち合わせとかもね、全然してないしね。そうだね、俺もあーちゃんもまだ何着るかとかまで、なんかあの細かいところまで決めれてないから、はい、打ち合わせしつつ進めていけたらなっていう感じっすね。そうだね。いやでもなんかいいね、ワクワクするね。そう、ワクワクする、ね、いよいよ進み始めたからさ、そう、ようやくね、なんかこう、ちょっとずつ軌道がこう定まって、今ようやくレールに乗ってきたみたいな。そうちょっと前までアホみたいに忙しくてバッタバタだったんですけど、常に若干落ち着いてきて、若干落ち着いてきた。ちなみに僕ら知らなかったんですけど、はい、売りに行って両方とも
なんか今時期じゃないので売れませんっていうのがあって、あ、そう、ね、そうなんですよ。今足元にあるんですけど、はい、このクリスマスツリーとか一番の売りがあとあのブーツとかね、そう、ブーツとかも冬だから売れませんって言われて、そう知らなかったわ。知らなかった。まあでもよくよく考えればそうだよね、今買う人いないからさ、そうだね、在庫型になっちゃうもんね。前回もね、なんか B を売ろうとして売れなくて、うん、なんで売れなかったの。なんか部品が足りなかった。そんなことあるか。今回もなんか一番の推しのものが売れなかったから、ちょっと残念ではある。意外と売れたよな。でもなんか両方ともさ、そうだね、企画っていうかこれ思いついた時は、うん、賞味1000円ぐらいで2人でね、なんかラーメンとかスーパーの惣菜分け合うんだろうなと思ってやってるから、まさかスシローがね4000円分も食えるなんて。そうだから、なんか捨てようと思ってるものを期待せずに持ち込んだら、ちょっとなんか ってなるかもしれない。そうそうそう、過度な期待がダメなんだ。そう、過度な期待はいけない。そういうやっぱりダメですよ、邪心。邪心ダメですね、やっぱり清らかに生きていかないと、心清らかに。なんかすごいね、めちゃくちゃ自信あったよね、さっきまで。あれ、稼ぎしてきます。行ってきます。で、今からお寿司食べて、はい、今瀬戸にね来てるんで、うん、このままなんか瀬戸になんか家具のアウトレットみたいのがあるらしいんで、掘り出し物発掘してこようかなみたいな。はい、思ってます。はい、というわけでね、スシローいいなぁ。いいなぁと思ったら、じゃあチャンネル登録お願いします。お願いします。というわけでまた次回、バイバイ。めっちゃ食べてる。まあまあまあ、今後ろに積んでる、うんうん、もの全部売れるんじゃねえかっていうところで、そうだね、まずハードオフ行って、でキンブル行って、うん、で合計のお金で、うん、今日はパーリーしようと思います。あー、いいね、こいちゃん。うぅ、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 うぅ。